フランク・エス・ベッソン・ジュニア対象級兵隊支援艦は、アメリカ陸軍輸送課が運用する、兵隊支援艦の艦級。アメリカ陸軍が保有する艦艇としては、最大のものである。アメリカ陸軍の選定のうち、上陸用集艇や、兵隊支援艦は輸送課によって運用されている。このうち兵隊支援艦に相当するのが本級であり、揚陸後方支援や提供移動地域における、 平坦活動への投入が想定されていた。陸軍輸送課では、もともと旧式化した反用用陸艇を更新するために、集艇24隻の建造を計画していた。しかし検討の過程で、ジョン・ユー・ディ・ページ及びバンカーの成功を背景として、これら2隻及び陸軍保有の貨物船の代替用として、より大型の艦を導入することとなった。 まず1985年8月に4隻がノーフォーク造船所にされたものの入札内容の曖昧さが問題になり同年10月にキャンセルされたその後1986年9月19日に改めて4隻が発注された設計面ではオーストラリアのビーチング対応型牢牢船フランセス米を元にしておりこのため商船構造として 民間の基準で建造された。同船と同様、戦車揚陸艦のように艦首に道板を有する一方、艦尾にも道板を有しており、老道船としての性格も残されている。艦首尾の道板はいずれも幅8.23メートルであり、長さはそれぞれ15.2メートルと4.87メートルである。1時30分の勾配の海岸部にも角座揚陸を行うことができる。 その直後の車両甲板は975平方メートルの面積を確保して816から1815メートルトンの車両内資物資を搭載できる。M1 エブラムス15両を搭載でき、コンテナ搭載能力としては 48TU とされている。その後、2001年度から2003年度計画で建造された7.8番艦は、 全長を12メートル延長した発展型とされている。車両乾板は1万500スクエアフィートと大差ないが、搭載量は2000メートルトン、50TU とされており、主力戦車24両を搭載できる。また、艦守には、道板に加えて、観音開きの門扉が設置され、道板は23.165.49メートルの分節状のものとなった。 9番艦の建造も計画されたが、2013年、現在実現していない。また、1992年4月には、アメリカの軍事援助として、フィリピン海軍向けにバコロドシティ級2隻が建造された。これらは、基本的に本級と同じ設計であるが、艦備ランプを持たない代わりに、ヘリコプター艦艦を備え、また、兵員150名用の居住区を有する点で、異なっている。 ありがとうございます。